入試問題対策演習今回は東京大学の重0作文について扱いたいと思います。えー、東京大学の英語の合否の鍵は、えー、点数が取れる分野で確実に点数を落とさないということにつきます。えー、リスニング問題ですね。ここは、えー、と非常に難易度がそれほど高いわけではないので安定して8割以上の得点率が欲しいところです。それから 1B のロジカルリーディング。 これは英文を長文中の空所のところに入れる問題や段落の、えー、が空所になっていてその段落を、まあえー、選んで入れていく問題ですね。これも、えー、例年それほど難易度が高くないので確実に全問正解で特定したいところです。そして英、えー、作文 英、えー、作文は記述問題ですけれども、えー、2番の A、B で2台ほど出題されます、えー、ここは、えー、と得点源とすべき分野ですので、えー、ときちんと、えー、対策をしておきたいところですねそれから、えー、と長文、えーと、最後の、えー、と長文の記号問題、えー、それ以外の和訳問題や、えー、1番の A の要約問題や、えー、それから、えー、文法問題に関してはまああの年度によって、えー、難易度の まあ上下というのがかなりありますしまた、えー、と採点基準が厳しければ、えー、かなりの <laughs> とあの答案でなければ得点ができないっていうようなこともありえますので、まあ、ボーナスとして考えるえそうすると、まあ、120点中、えー、70点前後を、えーまあ、こうしたリスニングやロジカルリーディングや、えー、作文や、えー、長文の記号問題で、えー、ある程度まあ安定して稼いで、えー、ボーナスをまあ取れるようにしていけば70点前後は、えー、ある程度得点が計算できるのではないかと思います。 はい、えーと、東大の英作文の取り組み方ですが2、えー、部構成になっていて2番の A というのは写真や絵、えー、これを見て英作文することを求められる問題です。で例年ここは非常に優しいですね。えー ただ、えーと、写真や絵を見てやたらと難しいことを発想して書こうとしてしまうと思わぬ失点を重ねることになってしまいます。えー、目安として教科書で言うと中1から高校3年生のどのレベルの英文なのかということを考えて取り組むと良いのではないでしょうか。例えば、X と Y の会話を作りなさいで。自動販売機があって、シルエットがあって、えー、そして、えーまあ、犬が写っている写真があったりしますね。えー、とその絵を見て描く。でこれは えーとものすごく難しいことを考えるとですねその自動販売機という物体についてその存在論的なことを書こうとすると非常に難しい対話になりますが普通に考えて教科書で言うと、まあ、中学校1年生とか2年生のレベルで取り上げられるような会話の例ですよね。ですから難しく考えず、えー、ときちんと優しい英語で確実に間違いがない英語で、まあ、ミスをしないということを が一番大事にななりますすただ単調な作文ですね、えー、同じ表現を繰り返し繰り返し使っているような、えー、こういったものはあの避けた方が無難でしょう。はいえー、それに対して2の B というのは、まあ、傾向変化が毎年起こるところ。 ですで2013年から16年までの出題例を見ていくと2013年ではこれまで学んできたことで最も大切なことは何かとその理由を50から7 5で書く2014年は少し哲学的というか難しい問題だったと思いますが「people only see what they are prepared to see」という文についてこの有名な言葉について5 5から7 5で書きなさいという問題それから2つの矛盾することわざについての説明意見を60 20から85で書くことを求められたのが2015年です昨年はえー、っと第1段落第2段落が与えられて結論部にあたる第3段落を50から75程度で書きなさいという問題ですねで、この問題2の B は毎年まあ、形式が違っているんですがある共通点があります 出題者は何を求めているのかということなんですが一言で言うと論論理理的的なな思考力、論理的な構成力、構成これを求めていいるるというふうに言えるでしょう例えば2013年これまで学んできたことで最も大切なことは何ですかその理由も書きなさいということなんですが、えー、とここはですね これまで学んできた最も大切なことっていうのは例えば具体的なことではないんですね。友情の大切さを学びましたとかあるいは努力するということが非常にそれ自体で貴重なことなんだということを学びましたというふうにまずは抽象的なことをしっかり書いてそしてその具体的なことをエピソードとして書く。 えとそれが求められているつまり、えー、具体と抽象をきちんと展開できる能力というのを求めたのが2013年。2014年はこの後具体的に、えー、と扱っていきたいと思いますが、えーまあ、論理の約束ごとに従ってきちんと,、えーとまあ、英文を組み立てられるかどうかということそれから2015年も2つの矛盾することわざについてまずきちんと英語で説明する能力とそして、えー、とこの「 まあ、矛盾することわざについて、えー、どう自分で捉えるのかという、まあ、意見ですね。これも論理的な、えー、っと思考力と構成力が、えー、っと求められます。 それから2016年はもっとシンプルに第1段落第2段落を見て結論部にあたる第3段落をきちんと書くこれも論理的な思考力が求められているですからこの2の B は一言で言うと論理的に構成した作文を書けないと1の A とは違ってですねそういったまとまりのある文を書けないと点数がもらえないのではないかというふうに思います はいえー、とそれでは東京大学2014年、えー、第2問の b え0、ー、a 作文の問題を具体的に考えていきましょう。 説問にはこうあります。以下のような有名な言葉があります。これについてどう考えるか。50から7 5の英語で記せ。ただし、下の文をそのままの形で用いてはならない。この年の、このただし、下の文をそのままの形で用いてはならないというのは、えー、実は重大な、えー、大きなヒントなのではないかと思います。えー、2015年の2つの I 反する意味のことわざの問題には、この中はありません。で、どういう英文なのかというと、People only see what they are prepared to see. 人々は準備ができているものだけを、えー、見るんだという表現ですね。人の目に映るものは、えー、見る準備があらかじめできているものだけであるという表現です。で、えーとまあ、予備校の回答や赤本の回答にもいろいろあるんですが、えー、となんかこう暗示的な表現に聞こえますよね。人々は、えー、見る準備ができているものだけを見る。なるほど。えー、なんか哲学的なことを言ってるのかなと、えー。これはおそらく恋のことを言ってるんだろう。 恋をしていればありのままの姿で相手を見るのは難しい良い点しか見えないしかし関係が破綻すれば見たいようにではなくありのままの姿を見るようになるでもあらかじめ自分たちが見たいと思うものだけを見ているんだというふうにこの部分を捉えたわけですが本文はあくまでも They are prepared to see この部分ですから、えー、と見るる準備がでできていと表現です、えー、と自分が見たいものだけを、えー、と見るというふうには書いていない。 このの回答はちょっとといいかかがなものかと思います。また他人にアドバイスを求める時にはすでに自分で決めている結論があってその決心を相手に言ってもらいたいんだそれを求めてしまうというふうにまとめた回答もありましたがこれもですねあらかじめ見る準備ができているものしか見ないという表現しかもここ C ですから目に映るって表現ですねルックアットではないんですね。そこのところを考えて えー、この英文をまあ論理から論理という、えーとまあ、アプローチで考えてみるとどうなるのかということをちょっと考えていきましょう。はいえー、そうするとですね、えー、論理の約束ということでおそらく数学1の中で明大逆裏待遇とといいうのを習ったかと思います、えー。この英文が言っていることは視覚認識が可能な状態ならばこれは見ている準備ができて見る準備ができているものを見ている、えー、ということを言っている。 そうすると、この逆、見る準備ができているならば、視覚認識が可能ということは、実はこれは言っていない。必ずしもこれが正しいとはならない。視覚認識が不可能ならば、見る準備ができていない。このことも言っていないですね。で、待遇というのは、命題が A ならば B の場合、逆というのは B ならば A。 裏というのは A でなければ B でないということですけれども、対偶というのは後ろの B でなければ前の A でないという関係です。非常にわかりやすい例として、例えば人ならば死ぬという例を考えてみてください。死ぬならば、えー、死ぬならば人、えー、というのは正しくないですよね。 えと例えば、えー、と犬でも猫でも死ぬわけですけど別に人ではないから正しくないそれから裏、えー、人でなければ死なないこれもおか,しくおかしいですよねはい、えー、死なないならば人ではないこれは正しいわけですよねということで、えー、と命題に対して常に正しいのは、えー、と待遇のみだと、えー、いうことが言えます、えー、逆や裏は必ずしも正解にならない当てはまるようなケースも、えー、場合によってはあるかもしれないけども必ずしもそれは言えないということです はいえー、そうすると,、えー、と人は見る準備ができているものだけを見ている人の目に映るのは、えー、と目に映る準備ができているもののみであるという内容は、えー、要するに視覚が、えーまあ、視覚を用いた認識が、えーとまあ、実現しているならば、えー、それは見る準備ができているものを見てるんですよと,という話ですから見る準備ができていないものならば、えー、と見ることは、えー、と不可能なんだよということを言っていると。 でこのここととと、を論理理的にきちんと、えー、と理解してるよとこの2の B の、えー、と肝は論理ですからその論理をきちんと理解しているということをまず、えーとまあ、アピールするような答案を書くべきではないでしょうか。はい、えー、それでは具体的な回答をどう作っていくかということを、えー、3つほど回答例を用意しましたので見ていきましょう。えー、大事なところポイントは論理を重視した、えーまあ、それを 理解しているということをアピールできる答案を書くということです。まず最初はいいですよね。This saying is really true。えーまあ、これは正しいことを本当に言っているということです。で、ここで、えーとまあ、与えられた英文に対して待遇の関係になる英文を一つ、えー、とここに入れておきます。If we are not prepared to see something 何かを見る準備ができていない場合には、We cannot see it 我々の目にはそれは映らない。 見えないのだということですね。で、具体例としてえっ、ー、と要するに準備ができていなくて見えないもの。つまり、私たちのえっ、ー、と脳や目が。 えーと要するに見ることを準備していないので私たちはその赤外線というものを見ることができない赤外線というものを人間の目で見ることはできないわけですけどもこれは我々の脳や目がそれを見るようにはプログラムされていないプリペアされていないからだというふうに捉えていきます。ここで待遇の英文を具体例で言い換えているところに注意をしてください。 そしてこれが2つ目の例ですけれども We cannot see nanoparticles。はい。えっ、ー、とまあ何十億分の1というこの非常にまあ、えー、と小さい物質ですね。これを見ることができないのはこれはそれらがですね我々の、えー、と脳や目が、えー、認識するにはあまりにも小さすぎる。つまり我々はそれらを見るようには準備していない。だから我々の目に、えー、この nanoparticles は、えー、と映らないのだと,、えー、というふうに展開しています。 えー、それでも、えー、とそれらはまあ存在してるんだけどねというふうにま,あまとめてみました。まあ、最後の一文はなくても良いかもしれませんけれども、えー、68語でまとめることができます。いかがでしょうかまずは、えー、と言ってることは正しいよと言いそして待遇になる英文を、まあえー、と言い換えて書いてあげる。 えーと本文と同じものを使ってはいけないという、えー、とまあ指示が逆に、えー、とヒントになるつまりそのこの表現が言っていることを正しく論理的に理解しているかどうかということをこの待遇の英文で証明しそしてそれを具体例とを入れることによって表現してあげるここのところは黄色つけてませんけどもここもずっと結局同じことですよね。はいえー、とこういうふうに論理的に解析する能力をこの問題は求めているのではないかと思います。もちろん大学側は 模範回答を発表していませんですから予備校の回答や赤本の回答もかなり幅があるというか様々ですねただこの問題に関しては例年2の B が論理というものを重視しているという点を考えると論理的に理解をしていることをアピールできる英文を書かないと私はおそらく得点にならないのではないかというふうに考えます。 えと次、えー、回答例の2ということで2つ目。これもえと少しまあ政治的にえ書いてみましたけれども。えー、と例えば、アメリカ人は昔ですね、ネイティブアメリカンズ、まあ、いわゆるインディアンたちやえ黒人たちをえ人間だというふうには見ていなかった。これは何でかっていうと、why they treated them with so、much cruelty. だからまあえ非常に残酷な扱いをしたわけだけども、 えー、これは要するに彼らをつまりネイティブアメリカンズやブラックス黒人を人間というふうな生き物としてえっ、ー、ときちんと見る準備ができていたらちゃんと人間として見ただろうえっ、ー、とそういうふうにまあ仮定法を使って書きました。If they had been prepared to see them as human beings, they could not have been so cruel、えー。あるいは、えー、they could have、えー、<laughs> seen、えー。 あるいは Reg regarded them as human beings というふうにまあ書いてもいいでしょう。There are a lot are serious problems a of now 現在、さまざまな問題、深刻な問題がたくさんあるけども、But on whether we are prepared to see them as they are つまり、ありのままにそれらを見る準備ができているかどうかということに我々の未来は、えー、と要するに依存しているよ、えー、と。 我々の、えー、と未来は、えー、我々がそれ,それらをきちんと見る準備ができているかどうかにかかっているよというふうにまとめています、えーと。内容的にはちょっと高度かもしれませんけれども、結局は、えー、論理を外さないように、えー、と注意をして作文したつもりです。えー、もう一つ回答例を見て はい。他の例として考えられるのは、例えばどういうものがあるかっていうと、心霊写真なんかでよく言われることなんですけども、ここで人の顔が映ってる。あるいは、えっ、ー、と、例えば恋の、えー、と上にですね、えーと、人面魚っていうふうに言われるように、顔があるよとかっていうふうに言うんですけども、人は実はこの3点与えられると、それを顔として認識してしまう。えー、つまり、えっ、ー、と、人間の頭の中に、えー 四角構造、まあ、脳の働きの中にその3点あれば顔と認識するという、えー、とそういう準備ができているからこそ、えー、と顔を見てしまう、えー、こういいいいっった、えー、と具体例を使って、えー、と書いて書もいいかもかしれません、えー、それからまあ日の丸弁当あるいはまあ日の丸そのものでもいいんですけれども日本人や日本国旗を知っていれば、まあ、これ日の丸弁当に見えますよね。 それは、えー、と白地に赤という旗が、えー、と日本の国旗であるということをあらかじめ知識として知っていてそしてそれを見る準備ができていてこれを見るからこれを日の丸と考えるんです。これを例えば日本の国旗を知らない人間が見てパッと開けて「なんじゃこりゃ」えー「白いものの真ん中に赤がある」えー「これ梅干しだ」っていうふうになんか酸っぱい食べ物だ、えー、そういう風な認識しかできないつまり日の丸を見ることはできないわけですね。 えとこういったところに注目をして、回答例さんを作ってみました。This saying is really true. これはまあいいとして、If we are not prepared to see something, we cannot see it これはえっと第一番目の回答例と全く一緒です。えー、何かを見る準備ができていなければ、私たちはそれを見ることはできないんだよ。例えば、almost all Japanese people can see a white rectangle with a red spot in the middle as Japanese flag, which symbolizes Japan. つまり、 大抵の日本人だったら全ての人がですね、えー、と要するに白い長方形、そして赤いスポットがど真ん中にあるものを日本の国旗、日本を象徴する日本の国旗として、えー、と見ることができると。しかし、例えば、For a foreigner who doesn't know the Japanese flag, know about the Japanese flag でもいいと思いますけども、えーと外国、日本の国旗について知らない外国人にとっては、what he sees is just shapes. たただの形であると、えー、というふうふにままめてみました、えー、つまり、えー、国旗という知識がなければ国旗という、えー、認識は、えー、実現しないつまり国旗というものを見る準備ができていなければ国旗を見ることはないわけですね。えー、というふうに、えーとまあ、まとめてみるこれも具体例として、えー、まとめたものです。いかがでしょうか、えー、と2014年の2の B は特に難しい問題だったように思いますが、えー、2013年からの問題をずっと見ていくと ここの2の B は、えっ、ー、とすべて論理を重視した問題が出題されているように思います。ですので、えっ、ー、と論理をきちんと考えて、えっ、ー、と正確に使いこなせるということをアピールするような答案が望ましいというふうに考えます。今日はここまで。